皆様、おはようございます。キースジャパーです。2022年2月の12日土曜日朝の6時半です。夕方ではありません、朝です。おはようございます。いやー、ご無沙汰しております。久しぶりに、YouTube の動画作っていきます。今日はドライブの予習の動画ということで、よろしくお願いします。現在地はね、兵庫県神戸市、国道2号線なんですよね。で、今から舞鶴の方まで行くんですが、そうですね、舞鶴までやるとどれくらいだ、133キロあるので2時間ちょい、2時間がつかないということで、動画もね、ちょっと2時間もやると編集がめんどくさいので、舞鶴道入ってしばらくぐらいまでやらせていただきましょうか。しばらくっていうか福知山ぐらいまででいいかな。舞鶴道も工事がね、何年か続いてて、2車線かみたいなことで、1車線に絞り込みのやつが道路広がって、トンネルももう一つね、新しいやつを掘って2車線化したみたいなことがありますので、ね、舞鶴道も、何年かぶりに走る方にとってはちょっと新しくなってるっていうことで、主にね、1車線やった区間っていうのは福知山、綾部、辺りやったと思うんですけれども、舞鶴行くね、辺りまで、その辺がちょっと1車線増えましたので、ですね、ということで、その辺りまでやると2時間近くなってしまうので、ね、なんでこんな手前から始めるのっていう、ね、夜明け前でまだ薄暗いという、こんなところからやらなくても高速乗ってからやればいいじゃないかみたいに思うかもしれませんが、久しぶりに動画作りますということで、別に今日はまだ本気ではございません。こう言っては何ですが、せっかくね、ご視聴いただいてる方には申し訳ないんですが、久しぶりなんですよ、動画作るので。1ヶ月ぶりぐらいなんで、ちょっと喋りもむちゃくちゃやしね、お聞き苦しいかもしれませんということもありまして、私の慣らし運転的な意味合いもございますと、それに加えて私のキースジャガーチャンネルも390名かな、今。前回の動画の時が380いってなかったと思うんですよね。1ヶ月ぐらいほったらかしの間に、ご新規のお客様が10名ほど増えましたということで、ね、あんまりほったらかしっていうのもなんですから、ちょっと久しぶりに動画作ってみようかなっていう、その程度の感じですよ。前は、やっぱりね、夜明け前から路地が多いですよね。もう一発、こっちのローソンの前も路地がね、35万1133 55 E ミミみたいな、そんな距離走ってるやつです。55万キロってね、まだ何年ぐらい、5年経ってないと思いますね。5年、もっと新しいか、これ3、4年かもしれませんね。
新車とか新型ではないんですが、モデルチェンジする前の方の一番最後のやつなので、つい最近のやつかと思いますけどもね。まあ、つい最近ではあるんですが、メーカー違いでね、日野自動車の日野の、大型トラックを2月の頭に夜勤した時に2日間ほどレンチャンで乗ったんですが、やっぱね、ちょっと宣伝みたいになってしまったらいかんねんけれども、やっぱり違いますね。イスズとかね、UD とか日頃乗りがちなんですが、日野自動車でちょっと値段高いんかもしらんけれども、いいですね、やっぱりね。何がいいっていうのはちょっと 言わないでおきましょうかね。ステルスマーケティング的なこととか、あと薄津とかね、UD の悪口感みたいなことになってもいけませんので、あえて非議的なことは言わないで、はい。でごちゃごちゃ言ってる間にですね、神戸長田入り口入りました。阪神高速31号神戸山手線神戸長田入り口から入りました。
川南インター出口ですね。白川南は入り口があるのは承知しておりますということで、ね、白川南インター入り口合流がそろそろあります。6時41分です。白川トンネルに入っていきます。1108m やったかな。ちょっとちゃんと見てません。これのせいで著作権がどうのこうのとか言ってね、弾かれる可能性があります。幻の動画になるかもしれません。まあ、ラジオから流れてくる音楽とかそんな広くてね、著作権の申し立てとか YouTube とか出てくるんですけど、看板が見えてきました。7号北神戸線、右に行っても左に行っても7号北神戸線、この看板から 800m 先分岐がございます。 800m ね、近いようで遠いようで、まあ言うてる間に 800m すぐなんで右車線に移動してるんですが、これね 800m の間ももうバン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 追い越し来るんですよね。まあ、今朝やからね、交通量自体がないのでもし来ないですけれども、この右側に分岐するからね、あれなんですよ、右車線走らないといけないんですが、遅い車右走るなみたいなことで、もう左からもう無理やり抜いてくるやつがいっぱいいるんですが、号神戸山手線終わりまして、7号北神戸線三田、宝塚方面、そちらの方に向いて走っていきます。で、7号北神戸線凍結注意の看板です。今日は大丈夫でしょう。比較的寒さに弱い私も我慢ができる程度の寒さでございます。7号北神戸線、この辺りは80キロ、もう少し行ってどの辺りかな、70キロに落ちますからね。最終的に西宮山口ジャンクション近づいてきますと60キロまで下がります。速度ね、80キロ、70キロ、60キロと3段階になってますのでご注意ください。で、幸せの村、白川パーキング、幸せの村出口、6時44分になりました。幸せの村は出口だけじゃなくて入口もあるのかな、これ多分あるんじゃないかと思います。こんなところね、降りたり乗ったりしないのでちょっと分かりません。谷まで7キロ、一番下ちょっと読めませんでした、ごめんなさい。美濃谷からは、32号の新神戸トンネル分岐いたします。なので美濃谷は美濃谷インター出口と、美濃谷ジャンクションということになっております。アイナトンネルが 1176m で、多分ね、アイナインター、アイナもね出口入り口両方あります。アイナインター越えますと70キロになるんやったかな、美濃谷を越えて70キロやったかな、ちょっとそのあたりです。そこまでは80キロで行けます。確かな情報が飛び交っておりますけれども、私の動画その程度でお聞きくださいと。
必ずしも正しいことを言わないんですよと、ね、あの YouTube とかメディアとかね、まあ、YouTube はいいでしょう、あの素人がやってることなので、まあ、メディアなんかはね、あの公共放送みたいなことで公共的な役割ってことで正しいことを流してるんでしょうねと、新聞とかも正しいことを文字にして、ね、お金取ってまで売ってるんだみたいなふうに思っておられるかもしれませんが、メディアなんかも正しくないこともね報道したりありますからね、何でもかんでも鵜呑みにしないようにお願いいたします。まあ、そう、それと比べて私のやつが正しい正しくないというのはもう全然ちょっとレベルが違ってくるんですが、はい、アイナインター出口6時46分下調べ一切なしです。うろ覚えと、ね、勝手な思い込みでやってますので、はい、美濃谷まで4キロ三田まで32キロ宝塚ちょっと読めませんでした。中坂山トンネルが745メーター、正しいことっていう正しい情報が欲しければ自分でお調べになってくださいと、あくまで参考程度というかね、お見苦しいとかお聞き苦しいとかあるかもしれんけれども、私の動画は正しいことを伝えたくてやってるわけではないという、まあね、実際の道路走ってるんで制限速度とかでね、なので参考にはなるでしょうと。別にね、この実際に今から皆さんがねドライブされる道路全部確認して走れよっていう、まあ、そんな時間の無駄というかね、 そこまでしなくてもいいけれども、せめてね地図ぐらいはお調べになって走ってくださいと。もうこのカーナビの時代になってから初めてのとこ行くのも一切下調べなしでね、お出かけになる方大勢いらっしゃって、もうね、まあ、一般道とかでもそうだし高速道路なんか特にそうなんだけども、分岐点がいろいろありますよとか、ね、で出口がありますよとか、もうそのたんびに行き当たりばったりで走ってる方が、うわここが出口かとか、出口左かと思ったら右側やったわとかね、まあいろいろあるかと思うんですよ。で通り過ぎそうになって急にブレーキ踏んで、ね、後ろとか周りとかお構いなしで、ね、行き当たりばったりで運転されると事故の原因になって危ないので、まあね知ってる道路行く分にはいいんですが、初めてのところ行くぐらいはそんな時ぐらいはまあね地図で調べてくださいと。まあ Google マップとかでもいいですやんかね、確認されてからね、どこのジャンクションをご利用になるとか、まあ、それぐらいはねカーナビの言いなりで走れんことないんですけれども、まあ私もプロドライバー歴がもうかれこれ四半世紀ということで、まあ、長いんですよね。まあ、それにしてもカーナビの案内だけではよう走りませんというか、初めてのところ行くときはね、プロでもそうですので、素人の皆さんは必ずお調べになってからでお出かけくださいと。はい、美濃谷ジャンクションです。6時50分になりました。70キロに落ちてるんじゃないかと思います。ごちゃごちゃ言ってる間にアイナで落ちたんだか、ここの
なんだっけ、猪谷に落ちたんだかちょっと分かりませんが、もう80キロではなく70キロになってるんじゃないかと思います。猪谷ジャンクション、猪谷インター出入り口、はい、合流がありました。6時50分です。制限速度70キロの看板、唐戸西まで4キロ、有馬口まで8キロ、三田まで28キロ、宝塚が27キロじゃないかと思うんですが、宝塚はちょっと読めてません、ごめんなさい。動画の方21分か、舞鶴道入るところまでやったら、ね、1時間もかからずちょうどいいんですが、ちょっと舞鶴道もね、あの最近ドライブ練習の動画でお伝えしてないかと思うので、久しぶりにしばらく走りましょうか。前舞鶴まで最後までやりませんからね。ね、あれぐらいの速度差を持って走ってきてて、ね、無
灯火でトンネルの中走られると、まあ私が仮に前の車に追いついたとして、車線変更して前に出ようかと追い越ししようかって言った時に、あの後ろから来てるのがあの分からない可能性があると。で、あの一応ミラーで確認して安全確認とかするんやけれども、あの見たつもりで見えてなかったわみたいなことになったりするんで、まあ、そういうのが嫌なので、あのデイライトっていうのがもう何十年も前から始まっておりまして、あの皆さんはそのデイライトっていう、あの お昼でも、ね、あのヘッドライトのつけっぱなしみたいな車見かけたら、あのヘッドライト消し忘れてるぞみたいなことでパッシングしてくるジジイとか、ね、あの昔はおったんですけれども、今ようやく浸透してきましたよね、デイライトもね。はい、この左合流が唐戸東入り口です。唐戸東入り口、唐戸東入り口を越えまして1キロほどで有馬口ジャンクションです。有馬口ジャンクションからは何だっけ、六甲北有料道路か、そちらに分岐いたします。で、まっすぐ行きますと最終的には中国道に接続するんですが、ああもうなんだこれも、なんでこの大事なところでピンと外れるかな、もう勝手に帰んなよと、ちょっとすいません。はい、すいません、一瞬切らせていただきました。有馬口ジャンクションです。有馬口ジャンクション6時57分です。中国道の注意点をちょっと言いかけてたところやったんですが、この有馬口ジャンクション分岐して私は六甲北有料道路の方に、進路取りましたけれども、今のところ分岐せずにまっすぐ道なりに行くと、まあ、終点は西宮山口ジャンクションかな、中国道にぶち当たるのはぶち当たるんですけれども、岡山広島方面には接続しておりません。で、西宮北のインターを越えたところ、西宮ナジオのサービスエリアの手前ぐらいに出てきます。宝塚、池田杉田方面、そちらの方にしか行けませんのでご注意ください。本当はね、本線走ってる時に言いたかったんやけれども、ちょっとね、ごめんなさい。そして、五社出口が、五社インターかな、五社出口が 400m 先、トンネル出てすぐ五社の出口がございます。入り口あんのかな、ちょっとごめんなさい、わかりません。五社出口6時59分です。本当はね、動画ノーカットでお伝えしたかったんやけれども、このね、新しいカメラ、これ 4K で撮影するか、こんなどうでもいいわ、もう勝手にね、ピント変えるんですよね、こいつがバカじゃないかと。前のカメラの方が良かったな、あれは 4K で撮影せんかったんやけれども、前のやつはあっちの方がいらんことせんかったからね。最新型の上位モデルというか高級モデルというか、メーカーシャープなんですけれども、十何万するんですよ、これ。この新しくなってからね、レンズがなんか一眼レフみたいなやつで、でかいレンズが一つだけみたいになりましたと。今時のカメラってレンズ3つぐらいついてますよね。近いところ撮るときはこのレンズ、そして遠いときはこのレンズとか、その3つぐらいついてますよね。これは1つしかついてないんですよ。でかいやつが1つあるんですよ。で、2000万画素とか言って、ね、スペック的にはいいようなこと書いてるんですが、すごく具合悪いんですよね。去年
年の11月に買い替えたからまだあと1年と10ヶ月ぐらいは文句言いながら使わんとしゃあないんですけども、ね、はい、6号北有料道路入りました。制限速度70キロです。だけれども工事ということで、カメラの悪口が、ね、また始まってしまって話長くなりますけれどもね、道路の案内をしろよというドライブの練習違うんだこの動画はっていうことなんですけれども、まあ、行き当たりばったりというか、6号北有料道路工事中です。この道路ね、しょっちゅう工事してるんですよね。あー、これも土砂崩れか、なんやろな、2018年やったか19年やったか、台風21号とかでむちゃくちゃになった時があるんですよ、阪神地区が。その時に土砂崩れで通行止め半年だか1年だかえらい長いこと通行止めされました、この道路も。で、通行止めされて綺麗に修理された道路がこの先にご覧いただけるんですけれども、今のとこ何やろな、新しいやつ最近だから土砂崩れしたのか、それとも危ない箇所だから今のうち直しとこうかみたいなことなのかちょっと分かりませんけれども、左の斜面を何か捨てるような工事の跡がございました。六甲北有料道路5キロポスト、さっきの唐戸西とかね、あんな言うてたあの辺りも六甲北有料道路じゃないかと思うんですけれども、まあその辺から5キロほど来ましたよということです。まもなく6キロポストで吉尾ランプ入り口合流、吉尾インター入り口合流、三田まで12キロ、中国道まで6キロ、山陽道まで1キロ、制限速度この辺り70キロですが、山陽道を超えますと60キロに落ちるかと思います。この辺り舗装綺麗な工事された跡がございます。まあ、六甲北有料道路もね、ガッタガタなのでこの辺りそうですよね、もうすごい揺れるでしょ。まあ、手ブレ補正とかそのカメラの補正機能で揺れてるのをご覧いただけないかもしれないけれども、結構揺れてるんですよ。舗装を直してくれんかなと思ってたけれども、まあところどころ工事されて綺麗になってるところは快適に走れますと。はい、山陽道の入り口です。山陽道神戸北インターの入り口まで来ました。75分、キロポストがね、どこだ、 7.5 キロポストです。山陽道神戸北インターの出口合流左手 7.7 キロポスト、これを超えますと大蔵料金所というのがあるのか、大沢って書いてますけど大蔵って呼ぶらしいですね。これで制限速度70から60キロに落ちてますからね、山陽道のところでやっぱり制限速度
切り替わっております。ご注意ください。で右手ご覧いただいてもあのコンクリート結構綺麗な新しい感じしてるでしょ。だから 3、4年前か、ね、2018年か19年ぐらいの9月ぐらいにあった台風かなんかでこの辺り土砂崩れしたんだということです。で通行止めやったんでさっきの吉尾インターかなんかで降ろされてね、あの迂回させられとったんですけど今までね。さあ今日のこの BGM のボリューム的なことがどれぐらい影響するのかっていうのと著作権的なことがどんな風に関わってくるのか、まあ実験的な意味もあるんですけれども、まあ、ずっとループでねこれかけてるんですよね、まあ、邪魔にはならんかなと。まあ邪魔になる時もあるか。ちょっとねあの最後の方激しいんでねよくねあの自衛隊の音楽隊とかがねあのやってる曲なんですけどね。まあ、曲名が1812年という曲です。で、作曲者あれやったかなピョートル・チャイコフスキーだったんじゃないかと思います。なんかロシア革命かなんかの、ね、それをモチーフみたいなこと で最後の方クライマックスのところはあの大砲をぶっ放すみたいな描写があってその大太鼓がバンバンとやるんですけれどもあれをあの自衛隊はあの本物の大砲、まあ、空砲です。実弾は入れないんですけれども空砲で撃ち寄るんですよね。あれがまた迫力が。中世ヨーロッパですね。古い曲何でもかんでもクラシックっていうんじゃなくて、ね、弥生時代とかねあの縄文時代とかそんな時の音楽はクラシックとは呼ばないんだと。でアフリカ音楽とかアメリカ音楽とかじゃなくて中世ヨーロッパの音楽をクラシック音楽と言うらしいんですけれども激しくなってきたな。あの広くなってたとこあったでしょ、ね、あの非常帯にしてはでかいやろみたいなあそこねあの反対車線やけれども、速度取り締まりみたいなのがあるんでねここ制限速度60キロでしょ、まあ、いきなり70キロ80キロで行くと、捕まることがございますのでご注意ください。神戸三大インター入り口です。危ないのでご注意ください。結構ね交通量もありますからね。大阪方面行かれる方は左手そして岡山広島方面は、右手となっております。大阪方面はあの今ちっちゃく看板下の方にありましたけれども、大阪方面に入られますと神戸ジャンクションっていうところで
名神高速と中国道に分岐しますからね。新名神で京都方面ちょっとスムーズに行けるようになりましたと。なりますよと。右側2車線に変わります。中国道広島方面は2車線の道路に横川ジャンクションで切り替わります。で、横川ジャンクションは舞鶴若里へ分岐いたします。40キロポスト7時13分横川ジャンクション。パーキングエリア入り口7時15分。
路ポストで、上荒川パーキングエリア出口からの合流、7時16分になりました。6時半ぐらいからね、神戸市内や言うて国道2号線ですよってお伝えしてましたか。であれば46分ぐらい経過してるということになりますかね。はい、兵庫県三田市に入りました。3キロポストあたり、三田西インターまで2キロ農家みたいな大きなお家がありまして、まあ、そのね、田んぼか畑か知らん、それが白くなってました。霜柱でも立ってるんでしょうかね。雪が積もってるというよりは、ね、霜が降りてるみたいな感じに見えます。この辺りの土手もね、左手ちょっとうっすら白く見えませんか。三田西インターまで1キロ。右手にアイリス大山かな、あれ。左手に三菱マテリア。企業団地みたいなことですね。
チャンネルというのを作ったというて、まあ、2チャンネルというのも今U1 らしいですね。5チャンネルかなんかなってんのかな、ちょっと分からんけれども、でずっと前の動画で、ね、1年以上前の動画で私もあの西村博之という人嫌いなんだと、ヘリクスばっかり言いやがってと、まあまあそんなことで言ってた時もありましたが、ね、まあ良くも悪くもまあエッジの効いたね、おしゃべりというか、まあエッジが効いてるから好き嫌いは出てくるのは仕方がないにして、昔は嫌いやったんですが、今はそうでもないんですよ。で、まあむしろもう好んでその YouTube ね、あの視聴しに行くみたいなところはございます。ファンになったとかそこまででもないんやけれども、まあね、あのすごく幅広く知識が広いですよね。広くて深いですよね。まあ頭がいいんだなっていうのもあるし、あとね、そのメンタリスト DAIGO さんとかとまた違うのは、何が違うかというと、同じように頭いいんだけれども、不思議なんですけどもね、あの社会経験とかね、そんなに積んでるわけじゃなくて、その社会人の下積みをして苦労したんだみたいな、そういう人ではないんだけれども、メンタリスト DAIGO さんほど世間知らずでもないんだなみたいな、まあ、頭のいい人、そしてタレントみたいなことでね、あのあんまり我々みたいな一般庶民の生活を知らずにね、あの生活されてる方も多々いるかと思いますが、はい、10キロポスト7時22分。まあそのあんだけお金持ちでね、あのインターネットでね、あのパッと一気にお金持ちになった人やから、その大学時代とかにアルバイトしてましたとか、ファミリーマートでアルバイトしてましたとか、なんかいろいろエピソードがあるんやけれども、その西村博之っていう人はね、まあその昔学生時代の時にちょっとアルバイト経験がありますよぐらいのことで、別にね、その正社員として社会人でこき使われましたみたいな、ブラックで働いてましたみたいなことないやろうに、あの結構ね、あのよくご存知なんですよね、その我々下々の庶民の話もね。まあその上でね、あのバカだなんだと言って毒を吐きまくってね、あの見下ろしてくる感じはあるんですが、まあね、見下してはいるんだけれども、すごくあのなんていうかな、まあ合理的というか、まあ機械的にね、あの振り分けして物を言ってる時もあるし、でいやいやその人情的な部分もあの分かりますけれどもねみたいなことも、まあ、ちゃんと知った上で言うとるなっていうのはあるので、まあ聞けるんですよね。昔はね、メンタリスト DAIGO さんの動画とかもよく見てたんですが、もう最近一切見に行かないんですけれどもね、あのまああのなんだっけ、ホームレスの話かね、それで炎上しましたよね。まあそんな炎上する前からもう見なくなってはいたんですけれども、まあ頭がいい、そして お金持ちだね、まあそんなことなんですが、やっぱりちょっと世間離れしすぎているので、おっしゃってる話が入ってくるものと入ってこないものとあって、あの聞くに耐えない時もねありますからね。まああくまで私の感想ですけど、まあ、それからするとあんだけ毒吐いてるにもかかわらず西村博之の話最近はあの聞けるようになりましたと。昔は嫌いやったんですけどね。で、まあその西村博之という人はあの今フランスのパリに
住まいになっててね、あのもう日本を離れて何年経つのかな、要するに外国暮らしされてるんですが、まあ日本をね離れたね、その海外勤務とかされてる方とかはあの感じておられるかもしらんけれども、この日本っていうのがね、あの衰退してるんだみたいなことが日本にいるとわからないですよね。コロナで大変だとか、ちょっとあの景気が悪いなみたいな、でも世界中が景気悪いんでしょうみたいな思ってるかもしらんけれども、まあ世界中でコロナはね、コロナは世界中のもんやけれども、この不景気っていうのは日本だけのもんだみたいなね、そういうことはありますと。それが日本でしか暮らしたことのない、まあ私もそうですけれども、日本しか知らない日本人にとっては、まあこれが普通なんだろうなと思ってしまうんですが、あのね、海外に行かなくても分かることってあるんですよね。最近何がひどいって、石油の原油価格が上がって、昨日ガソリン入れたらね、私もね月1回ぐらいしかハイブリッドやからね、入れないんやけれども、179円やったかな、もうすんごい高いんですよね、ガソリンが。でガソリンの暫定率、税率25円かなんか、160円超えたら25円下げるんちゃうんかみたいな、そういう風に法律になってるやろっていう、そのなんかあのトリガー条項みたいなやつがあって、それが今トリガー引けばいいんだけれどもね、あんまり原油上がりすぎると経済的ダメージが非常にでかいので、トリガー条項っていうのがあって、160円超えるとそのガソリン税ね一旦引き下げましょうかみたいなことで、そんな法律があるんですが、凍結してるらしいんですよね。まあ、そのガソリンの税金っていうのが、昔は道路のことに関してね、道路作ったりとか修理したりとか、そんなするための財源として、道路の財源っていうことでガソリン税っていうのがあったんですが、一般財源化されてしまったので、あの道路以外のことにもお金使ってるんだと。でその中の大きな理由として、東日本大震災っていうのが2011年ぐらいだったかな、ちょっと何年前やったか忘れましたが、東日本大震災っていうのがあったんですよ、関東とか東北とかね。あれの復興財源にガソリン税が使われてるっていうこともあって、だから値下げするわけにいかんから、あのトリガー条項で、ね、その引き金を引かないんだと、凍結されてますよということです。まあガソリンが高いねと、世界中で需要が高まってると、ガソリン需要、まあガソリンに関わらずその石油の需要が高まってますよと。でその一方でコロナなので、原油の産出国っていうのが増産しないんだと、たくさん油を製品に出して世に出さないんだと。まあたくさん作っていこうと思ったらね、たくさんの人が働いてとか、そういうことで大忙しいってことになるかもしらんけれども、まあコロナの時なのであんまりフル稼働したくないっていうようなことなのか、それかコロナなのでお出かけしないでおきましょうみたいな、ロックダウンっていうのがねあって、都市封鎖みたいなことがあって、一時的にね、みんな出かけないもんだから石油の消費もガーンと下がりましたよという時もあったので、まあねガソリンね、出かけないからガソリンも使わないわと、で使わないから売れないんだと、じゃあたくさん作ってもしょうがないなということで、コロナで一時的にね石油の産出量も減らしたかと思うんですよ。それを元の状態までまだ戻してないんかな、どうかな。で戻してない上に大して増やしてないっていうか、その一方で
都市封鎖とかやめて、ね、もうコロナまだ終わってないけれども人は死んでるんだけれども、それでももうちょっとあのコロナで都市封鎖みたいなのすることやめて、ね、経済回していこうぜっていう流れで世界中が動いていて、それで、ね、経済動かすにあたって、ね、またあの石油製品とか、まあ、ガソリンをはじめとするそういったものも消費が活発になってきてるので、その石油の消費量は多いんだけれども産出量があの上がってこないということもありまして、非常にガソリン高いんですよ今。はい、20キロポスト7時31分です。ちょっと待ってくださいね、あの看板だけ読みますからね。意識サービスエリアまで5キロ、武藤部パーキングエリアまで30キロです。意識サービスエリアはあの雪が積もってるような、まあそういうお天気の日はあのチェーン規制とかが出まして、でそのチェーン規制の時は大概あの意識サービスエリアのところ本線がね、今走ってるこの道路の本線があの封鎖されて、一旦あの意識サービスエリアの方に全部入ってくださいよということになります。で意識サービスエリアの中でスタッドレスタイヤ履いてるんかとか、あのタイヤチェーン履いてるんかとかいうのをチェックされます。でチェックして、冬用タイヤ装着してますねということであればあの行ってよしということで行かせてもらえるんですね。まあそういったことでそのタイヤのチェック受けましたよと。で毎回毎回ね、まあ夜中やったら懐中電灯を当てて、ね、真っ暗なところでおっさん2人ぐらいでタイヤ確認に来るんですけれども、それ毎回毎回ね、同じ人何回もしてもしょうがないので、一回見た人はプレートというかくれるんですよね、こんなやつ。あー、またピンと狂った、ごめんなさいいらんことしたからピンと狂った、ちょっと待ってね、狂ったまんまやな、すいません、狂ったまんまでごめんなさい。南笹山口インター出口7時33分でキロポストどこや、 22.4 キロポスト、あ、ピント元に戻りましたね。待って、ちょっと霧がきついですよね。 22.6 キロポストかな、7キロ、 22.7 キロポスト、7時34分、関南笹山インター入り口合流、舞鶴若狭道、制限速度80キロです。はい、看板この先霧大師と書いてますが霧が深いですよね。今日はでも雪積もってないですね。最近ここのところ数日暖かかったんで雪は積もってませんが、霜は降りてちょっと白くなってますけどね。はい、錦サービスエリア越えますとあと150キロ以上先まであのガソリンスタンドありませんので、ね、あのご注意ください。北陸道まで、ね、ガソリンスタンドないと持たないよという方は次で入れてください。はい、春日まで13キロ、福知山30キロ、舞鶴まで66キロです。舞鶴まであと1時間ほどですね。またでも見えるか、まだ見えるか、全然見えるな。本当に霧がねきつい時はね、前走ってる車のブレーキランプが見えなくなったりね、それぐらいブレーキランプってよっぽど濃いというかきついランプなので、あれが見えないって言ったらよっぽどなんですが、50メーター、100メーター先走ってる車のストップランプが見えなくなるよっていう、まあ、それぐらいきつい霧もありますので、あんまりね霧バカにしたもんじゃないんですよね。それぐらいきつい霧になるともう皆さん走ってられなくなってね、
ちょっと怖いからっていうことで勝手にあの路肩に止めてハザード焚いて止まってたりね、そういうこともあります。まあ、それされると余計危ないんでね、あの後ろから追突されたりとか、ね、いろんな危険性があるので、まあご注意くださいということですね。はい、錦サービスエリアです。 25.2 キロポスト7時36分、錦サービスエリアはガソリンスタンドございます。これ超えますと150キロ以上先まで次のガソリンスタンドありませんのでご注意ください。チェーン規制が出た時には錦サービスエリアの中に引き込まれてタイヤチェックされますよということはお伝えいたしました。錦サービスエリア出口合流 25.9 キロポスト7時36分、喋ってたかなというのをお忘れしましたが、ガソリンが高いよという話しましたよね。で、ガソリンが高いのは世界中そうなんですよ。で、まあヨーロッパがね、主にヨーロッパ、アメリカ、その欧米諸国っていうのが、地球温暖化とかその環境問題に取り組むにあたって。あの石油の消費を減らしていこうぜということで、ね、あの2030年までにあのガソリンの自動車販売禁止にしますよとか、そのヨーロッパ欧米諸国がもうあちこち言い出したので、ね、だからまあガソリンは使わなく なっていくんですけどもね、電気自動車とかに切り替わっていきはするんですが、その一方で発電とかはね、まあ、石油でやってるんで。火力発電がまだ主なので、原子力発電というのはまあないわけじゃないんですけど、まあエネルギー事情はね、あのそれぞれの時代時代でね、あの事情があって、例えば戦争とかね、あの湾岸戦争とかイラン・イラクとか、あの辺りが戦争してた時も、その原油産出国が戦争してしまうと、ね、あの原油の取引価格がバーンと跳ね上がったりとかして、ガソリンそういう時に高くなったりします。で、今回はあのロシアがウクライナに、ね、あの侵攻するかしないかみたいな、ウクライナやったかな、ちょっとどこやったか忘れましたけど、あの旧ソ連のナンバー2のね、大きい国です。そこがあの NATO って言って、ね、あの NATO じゃないんですけど、あの北大西洋なんとか条約、まあ、その NATO の方に、ね、入りたいわみたいなことで言い出したと。で、それで旧ソ連の、ね、大ボスのロシアが、我々のソ連側の共産国側の、ね、あの仲間だったものが離れていって NATO の方に入って、ね、その西側諸国みたいな、その欧米みたいなところに取り込まれるっていうことになると、敵に回ってしまうということになるんで、ロシアが非常に慌てておりまして戦争するんじゃないかみたいな、一触即発みたいなことになっております。国境付近でもなんか10万人ぐらい兵力、ロシア軍が集結してるみたいな話があったりとかね。で、ロシアはあの原油とかね、あの天然ガスとかそういったものが世界でも、ね、あのトップクラスのシェアなんですよ。特に天然ガスみたいなやつ。で、ロシアとかがその紛争状態に入ってしまうと、ね、あのドイツとかが、ね、ロシアからパイプラインっていうので、ね、あの天然ガス、あの供給されてたものが
不安定になるんじゃないかという懸念があったりとかして、それでまあその天然ガスとかね、あの価格がまた跳ね上がるんだと。ただまあガソリンが高いだけじゃなくて、火力発電するにあたって電気代が高くなったりとか、そして天然ガスとかも上がりますよと。ガスも電気もガソリンも生活に関わるコストが全部上がっていくんだなみたいな。まあそれはいいか。ちょっと下り坂きついんですが、これ見てご覧いただくとすごい霧がものすごいですよね。ちょっと雲海というやつみたいな感じですけどね。霧でね、あの、まあ見ようによっては海みたいに見えることないかなみたいな。その原油が上がってるんだとか、ね、あの天然ガスの事情が、そのロシアの紛争っていうのが、まあ、少なからず影響していてとか、まあ、そういったことで値段爆上がりだと。それに加えてロシアっていうのはあの世界1位かな、あの小麦の輸出国なんですよね。小麦っていうのは皆さんあのパン食べたりとかパスタ食べたりとかするでしょ。まあ、そういったこともありまして、その小麦ね、あの世界中でだからパンとかパスタとか作るのに、ね、ロシアから輸入してることもあるんでしょうね。その世界一の輸出国なんでね、ロシア世界中でその天然ガスが上がり、石油が上がり、そしてね、小麦でそのパンとかパスタとか食べてる人たちはね、値上がりして、もう食べ物から、ね、エネルギーからもう何から何まで値上がり値上がりだという、そういうことで生活苦しいんだということもあります。まあ、世界中の経済状況そんな感じなんですけれども、日本特にひどいんですよね。何がひどいって、円安がずっと続いてまして、なんでそれが悪いかというと、まあ、日本円が安いんだと、で外国のアメリカドルとかが高いんだということであれば、輸出産業にとってはメリットあるんですよ。安い日本円のものを、ね、外国に、ね、輸出する分に関しては安いからという理由で、日本で作ったものがバンバン売れるっていうようなことはあるんですけれども、逆に考えてください。輸入するときに、円の価値が安いっていうことになると、だから例えばね、石油を輸入したいんだと、原油を仕入れたいんだというときに、円高のときやったら少ない円で大量の石油を買い付けができるんですけれども、円安なのでね、同じ量の原油を仕入れるにしても、円を安いから、価値が低いから大量に使わないといけないと。だからね、原油とかを輸入したり、まあ原油に限らず輸入ですよね。輸入に関しては、その円安ということになると、かなり負担が増えるというか、円安の時に輸入というのはかなり不利なんですよね。まあ、そういったこともあって、世界中で円安とかその為替レート関係なしに、その原油の需要が上がってたりとか、で天然ガスの、ね、供給状態が不安定だとか、まあ、そういう事情があって、エネルギー問題的に世界中で値段が上がってるのに加えて、日本の場合円安っていうのもありまして、なおのことお高くつくんですよと。そういうものを手に入れようとすると、だからガソリンでもガスでも、そして食べ物でもそうだけど、輸入が関わってくるものみんな値上がりするんだということですよね。
春日インター、春日ジャンクション。ちょっとね、輸入の話はどうでもいいです。36.5 キロポスト、7時46分。春日インター、そして春日ジャンクションでした。春日ジャンクションからは北近畿豊岡道の方に分岐いたします。霧がめちゃくちゃ濃いですね。もう真っ白ですね。まあでも まだ500メーター先ぐらいまでは見えてますので、大したことございません。別に無灯火で走ってるやつも見えてるでしょ、こうやって。だからこれ、指示器が見えないとかじゃなくても、ブレーキ、前の車がブレーキ踏んでても見えないぐらいのきつい霧になると、とてもとても運転できたもんじゃないわっていうぐらい見えないんでね。まあ、霧の濃いところ走るときはご注意ください。そういうこともございますからね。カラスが邪魔やな、めちゃくちゃおるな、カラス。はい、福知山まで16キロ、綾部まで26キロ、舞鶴まで52キロです。で、その原油の話とか、その輸入が高くつくんだよ、円安だよっていうことをどこまで言ったかな。でね、昔はね、日本、経済界が財界っていうのが政治に働きかけて日本を円安に誘導していけよみたいなことでそういうね圧をかけてたんかも知らんけれども今ね日本企業っていうのは昔のねメイドインジャパンがジャパンイズナンバーワンみたいなその時代が終わりましてね先進国日本っていう時代がもう20年ぐらい前に終わっちゃったんですよね。で最近は中国とか韓国とかにもちょっと、ね、経済的にもそうだしテクノロジーみたいなこともそうだしどん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 後から来たもんで追い抜かれていってますよみたいな、まあ、いろんな理由があって追い抜かれてるんですよね。実際日本人我々はちょっとプライドがあるもんだからそれを認めたくないしそして海外に出て行ったことがないから本当のところどうなのっていうのは自分たちで実感がないからわからないんですが、まあ、海外に住んでおられる方から見ると、ね、やっぱり日本って昔ほどの勢いないんだなみたいなことが手に取るようにわかるんだという、まあ、そういったことでその西村博之っていう人もね、時折そういった部分は指摘していって、ね、一応日本にちょっと未来がないなみたいなことでフランスに行ったのかもしらんけれども、まあ、それでも、ね、愛国心がないわけじゃないんでしょうね。まあ、日本こういうところがダメだよみたいなことはもうはっきりとおっしゃられて、まあ、日本のためになるような提言もされておるんですけれどもね。まあ、日本の中におって責任持ってやれよっていうような声もありますが日本の外におるフランスに住んでるからこそフランスはパリではこうですよ日本はそうでしょうみたいな、ね、外からの目線っていうのもあるっていうことですけどね。でまあいろいろね値段が上がってるんですがだから原油価格が上がったりとかその世界中でコストが上がってるっていうこともあるんですけれどもね、日本以外の世界中、ね、日本以外のほとんどの国は大半もう9割南部かなもうだから戦争中の国を除いてほぼ全ての日本以外の国っていうのは経済成長してるんですよこのコロナの世の中でもね。日本だけが経済成長してないんですよずっと25年ぐらい経済成長してないんですよね。日本1997年ぐらいから経済成長してないんだと言われてますけれども日本だけが25年ぐらい前の水準であると経済規模がね世界は25年前っていうことはないですね、まあ、毎年毎年成長してるとは言わんにしても25年前と比べたら今の方が成長してるでしょっていうのが世界の当たり前なんですよ。日本は25年前のまんまなんですよね、その経済規模だけで言うとね。
考えてみるとお分かりになるかと思いますが、世界中で経済成長してるから日本以外の国では物価が上がってるんですと、まあ、給料も上がってるんですと、その一方で日本だけ25年前の給料でやってますよみたいなことなので、だからね、例えばこの今右から抜いていくこのアウディというドイツ車ですね、輸入車、これでもちょっと前25年前とかやったら300万ぐらいで売ってたかもしらんけれども、今600万ぐらいしますよみたいな、ね、2倍にもなってないかもしらんけれども、まあ、ベンツとかでもそうですけれども、ちょっと前まで一番安いベンツ、ね、400万ぐらいであったやんけって、もう今600万近く出さんと買えんのが一番安いやつかみたいな、それはベンツが急に、ね、値上げしたとか強気で出てきたとかそういうことじゃなくて、普通にドイツをはじめとしてというか、まあ、日本以外のほとんどの国っていうのは給料も上がってるし物価も上がってるしっていうことで値段上がっていってるんですよね。日本だけ25年前のそのお給料のまんまでやってるからね、物の値段ばっかり上がっていってるなみたいな印象ばっかりですよね。消費税上がってるからね、消費税上がった分、消費税なかった時、その1996年までっていうのは消費税ありませんでしたから、まあ、その時と比べたら 10% 上がってるんですよと、100万円の買い物した時10万円は消費税という税金で持っていかれるんですよと、200万のも買うたら20万持っていかれるんですよみたいな、まあ、そういう話です。まあ、10万円のも買うにしても1万円は税金で持っていかれるんですよと、1万円もあったらね、寿司でも食いに行こうかっていうようなね、そういう大したお金なんですけれども、10万円の買い物をしただけのことで、ね、1万円も税金で持っていかれるんだみたいなことになってますと、まあ、そういったことで10万円のものを買うのに11万出さんと買えませんよみたいな時代になってるんで、物価は上がってるんですよ。ただ税金で持っていかれるので負担は増えてるんですよね。そして給料は増えていないと、増えていない給料の中から物価が上がって負担が増えてるんだということもありまして、まあ我々のその実際のお財布事情というのは貧しくなってますよねという、そういう話をしたかったという、まあこのキースジャガーチャンネルで、ね、このドライブの吉尾の動画がメインコンテンツなんですが、政治の話とかね、他にゲームのプレイ動画とかね、いらんやついっぱいやってるんですけれども、まあまあ最近ね、あんまりね、ご視聴いただけないので、もう一生懸命作ってはおらんのですよ、その政治の話とかもね。もうちょっとご覧いただけるんやったら頑張って作るんやけれども、ちょっとね、わざわざその動画作るのも大変なので、ね、もう1時間も2時間も頑張って一人でね、喋ってやっても、その40回とかしかね再生されないっていう、そういうことでしたら、ね、作ってもしょうがないでしょうということもありまして、最近ちょっとサボっております。で、私のキスジャガーチャンネルは、ドライブの吉野じゃなくて、その政治の話を聞いてチャンネル登録された方もたくさんいらっしゃいますので、ちょっと待ってくださいよ。宇都部まで3キロ、綾部まで24キロ、両方ともパーキングエリアです。ちょっと今日ポスト汚いな、何キロか分からへんな、今日ポストが汚くて 47.3キロ放送です。宇都部パーキングで50キロポストあたり7時55分。下り坂きついね。話飛び飛びでごめんなさい。キスジャガーチャンネルはだからドライブの吉尾の動画がメインコンテンツではあるんですが、他の動画をご覧になってチャンネル登録された方もいらっしゃいますので、そういった方々にね、特に政治の話最近やらんようになったやないかと、もう半年くらい政治の話してないんちゃうかと
楽しみにしてたんやぞみたいな人もいらっしゃるかもしれないが、ちょっとごめんなさい、あの需要がないので作っておりません。そこはね、もう仕方がない。で、中途半端ではありますが、このドライブの予習の中で、むしろね、ドライブの予習はドライブのちゃんとあの案内してくれよと、政治の話どうでもいいわと、ね、道路の案内せんかいっていうこともあるかもしれませんが、ちょっといろいろ入り乱れてハイブリッドでやらせていただいておりますので、水戸部パーキングまであと1キロの看板、48.8キロポスト、75時6分、霧がきつい、ちょっといがらんでるんで、ちょっとコーヒーまた飲みますけど、パーキング7時57分キロポストが 49.8 キロポストあたりかな、これ50キロポストがこの辺、はい、50キロポストです。7時57分宇都部パーキング左手、多いわとか、ね、あの BGM がやかましいわとか、そしてたまに私も暴言を吐いたりとか不適切なこともありますので、ね、あの不愉快な思いされる方もいらっしゃるかもしれません。なのであの、まあ、ご視聴は自己責任でお願いしますということで、いつもというかね、あのちょくちょく申し上げるようにはしております。収益化してませんので、お金いただいてませんから、タダでやってますからね。あのそのボランティアみたいな押し規制というか、なんでしょう、その恩着せがましいような、そんなつもりはないんですけれども、別にあの1円の金にもならんことやってますからね、あの公共的な責任とか背負うつもり一切ございませんので、なので、ね、あの、あんまり私もあの大変だったらやりたくないもんですから、下調べとかもね、その面倒くさいことはやらんのですよ。で、あの動画編集とかも、もう最低限で、ね、あの簡素にやらせていただいておりますと、もしよろしければご覧いただいたり、チャンネル登録いただいたり、ね、あのグッドボタン、ね、高評価ボタンを押していただくと、まあ、私が嬉しい気持ちになりますよということで、ありがとうございますということです。福知山インターまであと1キロ ちょっと前まではあの福知山インター越えたらあの右車線がなくなって、左車線1車線だけになって追い越しができないみたいな、1車線の道路みたいになってたんですが、この辺りね、もうあの道路右側は、ね、綺麗でしょ、まあ、ここから先あのだからもともと1車線やった道路が2車線化されておりますと、そういうこともありまして、ちょっと長々とこの辺りまでお伝えしております。もう1時間以上の動画になってしまいますが、もうしばらくちょっと綾部辺りまでやりましょうかね。はい、福知山インター出口、8時ちょうど、あずさ2号、8時ちょうどになりました。 53.4 キロポスト、久しぶりですよね、8時ちょうど、あずさ2号みたいな、そんなこと言うの、はい、
53.6 キロポスト8時1分になりました。あずさ2号乗り遅れましたと。待ってくれっていうことですけどね。マイズル若さ道制限速度80キロです、はい、この辺り工事されてね、右側もまるっきり新しいですね。あの横の壁もあのコンクリートが白いでしょ。この左側はちょっと黒いボロチ汚い感じするんですが、この右車線対向車線はね、あのコンクリートまで白いでしょ。新しくできたんですよ。このセンターラインね、あのご覧いただくとあの名残があって分かるかもしれないですけれども、本当はこの舞鶴方面向かって走ってるこの道路のこのセンターラインのところにあの杭が打ってあって、対向車があのすぐ横をね走ってくるみたいな感じだったんですが、対面通行でしたが、これが右側のトンネル白く綺麗でしょ、新しいでしょ。新しいトンネルを掘って、掘ってるってない、トンネルを掘って、まああの2車線化しましたと、ね、これ見てもらったら分かるようにセンターラインのところ黒い点々点々みたいになってるでしょ。要するにこの点々点々っていうのがあの杭が立ってたその名残ですよね。綾部インターまで8キロ、綾部ジャンクションまで 12.5 キロ、その先読めませんでした、ごめんなさい。綾部インターが手前、綾部ジャンクションがその先、はい、56キロポスト8時3分です。制限速度80キロ、左車線がボロチク、右車線が綺麗。もともとここも1車線でした。舞鶴若狭道1車線の区間は制限速度70キロです。この2車線の区間は80キロ、1車線のところは70キロ。舞鶴インター越えたあたりから1車線になるんやったかな、綾部越えて1車線やったから、ちょっとどこまで2車線なのかちょっと忘れました。まあ新しくなったのでこのあたりももともとは1車線やったんですよ。 片側交互っていうかね、あの1車線で対面通行やったんですが、
は日本と同じ GDP550 兆円ぐらいの国でした。中国もでここ10年ぐらいで一気に成長しまして今1500兆円超えておりますと。アメリカが2200ぐらいかな、で中国が1600ぐらいかな、で日本が550ぐらいです。世界3位か4位ぐらいまで、ね、転落してしまいましたと。ドイツが来るのか日本が来るのかちょっと忘れましたけれども、1位がアメリカ、2位が中国です今の時点で。もう10年経って2030年になる頃に台湾っていう国がまだあるのでしょうかとかね、で日本もどうなってるんでしょうねっていう、平和かどうかもちょっともう分からないですよ。アメリカの GDP2200 兆円ぐらいですが、ね、2030年ぐらいになったら3000兆円は超えてくるんでしょうけれども、中国も同じように成長していきますと3000を超えまして2026年か28年か それぐらいで中国がアメリカを抜いてしまうんだっていうような話もあるんですよね。そうなった時に世界のパワーバランスが変わりますから、今まで平和やったんですが急に戦争っぽいことが起こってみたりとかするかもしれませんよね。で日本だけ今地理貧ということで25年もねずっと不景気してる国ってね世界で唯一なんですよね。戦争したりとかあとデフォルトって言ってね財政破綻したところね、お金返せなくなって破産しちゃいましたみたいな国でも破産した時は大変だったかもしらんけれども今数年経って復興しました経済成長しましたみたいなところはいっぱいあって、ギリシャとか財政破綻したところとかでも今持ち直してたりとか、スペインとかイタリアとかもね財政破綻するんじゃないかとか危ないよみたいに言われてたところとかでも一応コロナの、ね、この世の中でも経済成長一応してるんですよね。そういう国でもね日本だけです。25年前と同じ水準でやってるのは、この辺り雪積もってるな。綾部まであと1キロ綾部インターまであと1キロのところまで来まして、霧もきついですが雪積もってますね。左手見た感じ積もってないけど右側が積もってますよね。これところどころ日陰になってるところは雪が残ってたり、日が差すところは溶けたりということで、右側には雪があるけれども左側は雪がないというのはそういうことなのかもしれません。ご覧いただけるかと思います。はい、綾部インター出口8時9分になりました。 63.6 キロコストです。合流 63.9 キロコスト8時9分。綾部ジャンクションまで4キロ、舞鶴西まで12キロ、舞鶴まで26キロです。私今日の仕事は舞鶴東まで行きます。舞鶴東降りて27号線に出ます。まあ、そこまでやりません。もうそろそろ終わらせていただきたいなと思っております。いつもいつもね長時間の動画で、まあ、クオリティが高いわけでもないのにね1時間も2時間もお付き合いいただきありがとうございます。感謝しております。ね、ちょっと目が悪くなるかもしれませんがお疲れ様でしたと、ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。まあね、まだ今すぐ終わるってわけじゃないんですけどね、綾部ジャンクションが3キロ先です。綾部ジャンクションは京都縦貫道に接続します。
京都縦貫道、ね、あの京都方面走りますと、大山崎ジャンクションというところで、名神高速に接続し、そして久美山ジャンクションというところで第二京阪に接続します。まあ、京都縦貫道は久美山ジャンクションまで行きません。大山崎ジャンクションで終わりで、大山崎ジャンクションから先は京滋バイパスということになります。京滋バイパスは、第二京阪久美山ジャンクションに接続し、その先ずっと行きますと終点が瀬田東やったかな、瀬田東やったか瀬田西やったかちょっと忘れましたが、その瀬田のジャンクションにつながりまして、名神高速最終的にはつながります。で、その綾部ジャンクション、その京都方面ではなく反対側に行くとどうなるかというと、京都縦貫道天の橋立の方に行きます。兵庫県宮津市の方ですね。宮津市とか京丹後市やったかな、そんな市があるんだとかちょっと分からんけれども、終点が京丹後大宮やったかな。そこはね、京都縦貫道ではなく山陰近畿道ということで、無料区間のバイパスみたいな感じなんですけどね。山陰近畿道もしばらく走ってないな、もう半年以上走ってないかもしれないね。まあ、過去の動画で何回かやってますけれども、ちょっと何番でやってますとかいうのは忘れました。忘れましたというかいちいち覚えてません。前回の動画もいつね、どっち向きに走った動画とか覚えてないですけど、まあ、すごいな雪な、まあ、道路には雪ないんですが、下すごいね雪景色になりました一気にね。ドロスするとき寒いな、これ綾部ジャンクションです。まだ舞鶴まで行ってません。多分ね、舞鶴行くと今度雪なくなるんちゃうかな。これ綾部が一番雪深いような気がします。これ私の肌感覚で言うと、日本海まで海まで出てしまうともう雪逆になくなるような気もしますけどね。福知山綾部間、この辺りが雪きついんじゃないかと。はい、綾部ジャンクションです。8時13分になりました。68キロポスト、京都縦貫道分岐いたします。綾部ジャンクションからの合流です。一般道からの合流ではありません。綾部ジャンクションからの合流です。綾部インターを手前にね、4キロ先じゃない、4キロ手前ぐらいにありましたよね、綾部インターのね。その綾部インターは一般道ということです。まあまあ積もってるな。何センチ積もってるかな、これ50センチくらい積もってるかな。まあ、いつ降った雪かわからないですけどもね、この辺は寒いから気温が低いから溶けないっていうことですよね。不安やなみたいな話はもうしてもしょうがない部分もあるんですが、いやいやいや、しょうがないで諦めてしまったらね、ダメでしょう。一応ね、私なんかでもあと20年か30年生きていかないといけないでしょうし、もうもっと若い皆さんやったら40年も50年もね、人生があるでしょうから、それぐらいまでね、日本が国があるんかどうかもちょっと分からなくなってまいりました。その世界情勢的に先進国から転落するのはそんな先ではありません。もう今先進国ではございません、今の時点で。はい、綾部パーキングです。ガソリンスタンドもありませんからね。雪深いな綾部パーキング。
帯電話とかパソコンとか、ね、あの液晶テレビとかで自動車とかいろんなもので世界をリードしてきたその日本製品やったんですが、今、世界に後れを取るぐらいの位置におります。まあ、長引く不景気っていうのと、あと国がね、あの教育であったりとかその開発であったりとかそういったものに対して投資をしてこなかったので、あの世界中ね、ちゃんと投資してる国っていうのはテクノロジー、ハイテクが進みね、いろいろどんどん近代化されていくんですが、日本はもう昔のまんまですよね。まあ、そういったこともありまして、今まで発展途上国とか後進国とか言われてた国が伸びてきて、今日本を追い抜いてしまってるんですよね。例えば貧しいとか後進国発展途上だと言われたアフリカみたいな国とかでも、その10年20年前はその貧しかった、そしてあのね、あの何にもない国やったかもしれないけれども、まあ、今のこの2020年の情勢を見るとアフリカとかでもね、あのだから日本よりも進んだハイテクで、ね、あの日本とかでもまだ現金とかで決済してるけれども、アフリカとかやったらもう全部あのスマホでやるんだみたいなこととか、でドローンが配達に来るんだとか、まあいろいろね、あのあるんですよ。日本はその現金配信にはできないですよね。その、まあ、銀行とかも全部潰すわけにいかないでしょうって、ハンコとかね、このこういう文化とかもそうやけれど、急になくすわけにいかないでしょう。でもアフリカとかもともとそういうものを持ってなかったとこっていうのは、その銀行を作ることから始めましょうかじゃなくて、銀行みたいなの作るんじゃなくて、そういう余計なもの作るんじゃなくて、もういきなりあのオンライン決済みたいなもので、あの日本みたいにショッピングモールとかがいっぱいあるとかそんな必要がなくて、ね、あのドローンとかで配達に来るんだみたいな、通販で何でも買えてしまうみたいな。日本の昭和や平成の時代みたいな世界をリードしてきたような、ね、30年前とかやったら最先端行ってたのかも知らんけれども、その状態が今ずっとまだね残ってるでしょ日本は。ではなくて、2022年最新モデルみたいなものは、日本みたいなところじゃなくて、その後進国と言われてたところに、さあ今から作りますよ新たにっていう、まあ、そういうところに、ね、あの30年前のものをわざわざ作るんじゃなくて、2020年モデルがバーンとできるんで、その後からできるものの方が、ね、有利ですよね。なのでその空港とかいうのもそうだし、まあ、いろんなもの後進国発展途上国の方が日本より施設なんかでも、ね、テクノロジーが進んでますよみたいなことは多々ございますと。日本も、ね、またそんな現金で払ってんのみたいな、レジとかでも無人レジが当たり前でとか、ね、全部オンラインでキャッシュレスですよみたいな、そんなの当たり前ですけどアフリカではみたいな、まあ、アフリカ言ってね申し訳ないけれども、発展途上国やってバカにしてた国が今日本よりも、ね、先を行ってるんですよっていう話をしとかないとね。はい、舞鶴西インター出口まで 500m、 綾部を過ぎましてこの舞鶴まで来ますと、はい、絞り込んで1車線になりました。1車線になったからこれがために制限速度70キロになるんじゃないかと思います。 75.9 76キロポスト8時20分、舞鶴西インター出口、はい、ここから制限速度70キロで、この先対面通行追い越し禁止ということですが、この先っていうよりはもう追い越しできないですよね、この1車線が、はい、杭が打ってあって対面通行です、ね、今まで
まあ、このセンターラインのところ黒いですね、穴があのポンポンポンと開いてたようなところっていうのは、この杭が打ってあったんですよ、もともとはっていうことをやったんですけどね。はい、舞鶴西インター入り口合流8時21分、76.7キロポストです。77キロポスト、ちょっとゾロ目は言わせてください、まあ、国が貧しくなってるので全体的にね、だから一部お金持ち、まあ、貧富の差が、格差社会というのがもう10年も20年も続いてるので、あの貧富の差っていうのはもちろんあって、お金持ってる人は持ってるんですけれども、まあまあまあ、いいえ、国全体があのお金持ちも含めて、ね、あの世界と比べたら日本のお金持ちもあの貧しいんですよね。はい、舞鶴東まで9キロ、大井高浜まで22キロ、敦賀まで88キロです。敦賀まで88キロということは北陸道まであと88キロ、78キロポストしまった、 77.7キロポスト読み忘れました、ごめんなさい。はい、もうこの辺りで動画終わります。ちょっとね、あの中途半端にあの経済的な話、これ中途半端になってますけれども、もういいかね、そろそろ終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またね、あのそういった話もドライブの予習ではなくね、あの作るかもしれません、気まぐれでね、まあ、その時はそういう動画もちょっと見てやってくださいよということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼いたします。